フットは2006年のアメリカ映画。監督はメルギブソン。R-15 指定作品。スペイン人侵略直前のユカタン半島を舞台に、生贄にされそうになった捕虜の脱走と生き残りをかけた闘争を描く。前編通じてマヤ語を使った映画となっている。宣伝の際にはマヤ文明の衰退を描く作品として宣伝されて、 いたが、マヤ文明自体の衰退は描かれておらず、作品は終始闘争活劇である。米国では、激しい暴力シーンが続くことから、R 指定作品となった。カッコ内は日本語吹き替え、非英語作品、出演俳優は無名揃い、レーティングが R 指定、そして公開前に、 監督のメル・ギブソンの逮捕とユダヤ人、別種発言などの騒動も起こったが、それにもかかわらず全米で、公開発州の週末の興行収入は、初登場1位を記録した。前日した、監督の不祥事事件がプラスになったのでは、とも言われている。しかし、スタートの週末に稼ぎ出した、興行収入は監督の前作、パッションと比べると、低調である。 映画評論家の町山智宏は、この作品のストーリー構成や演出は、コーネルワイルド監督が66年に発表した映画、裸のジャングルの影響が顕著であり、重要なシーンは、完全に盗作と言って良いほど似通っていると評論している。ありがとうございます。